信州の山から生まれる清冽な流れはやがて海へと注ぎます。海のない長野県もさまざまな形で海とつながっています。この番組は長野県と海を結ぶ活動をご紹介します。6月4日、長野市で河川の水質調査が行われました。主催したのは長野市の NPO 法人緑の市民。国土交通省などが実行委員会を作って毎年実施している身近な水環境の全国一斉調査の一環で、会員など15人ほどが参加しました。調査方法を確認した後はグループに分かれ、市内を流れる千曲川や犀川でおよそ60箇所を調べます。調べるのは COD 化学的酸素要求量と呼ばれる指標です。専用の試薬が入った容器に調査地点の水を入れ、色の変化を調べます。身近な水環境を知りたいと親子や若者も参加していました。こちらは緑の市民の事務局長、渡辺秀子さんのグループです。緑の市民はエコライフの提案や環境教育を行っている NPO。 海なし県の責任として川の水質や環境をきれいにしたいと、この調査を始めて6年になります。川から流れ込んだいろんなゴミ、プラスチックゴミが細かくマイクロになって海の中に入っていくということで、決してそれは海の問題じゃなくて上流の県である河川の問題であるということ、そういう意味では非常に責任があるし、こういうことのやっていく価値があるんじゃないかというふうに思います。今年は海と日本プロジェクトに参加して調査地点のゴミ拾いも行いました。調査を開始して6年、緑の市民の活動は地域の河川やその先に続く海環境の浄化にも役立っています。海と日本。